それでは今日はですね、ひょんなことから、知り合いになりました、岩手県立大学の山本先生にちょっとお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。まず、今被災地がどういう状況でどういう段階にあるかっていったあたり、現状を、はいはい、今まではですね、国のいわゆるその三次補正っていうのがですね、うん、なかなか通らなくて、うん、復興計画そのものがまだきちんと決まらない状態だったんですが、うん、これが決まって、早いところはですね、もう秋口から復興計画が議会を通って、うん、で最も遅れている大槌でも今お話を伺ったようにですね、うんうん、今月中に、陸前高田も、つい数日前に、復興計画が、全て通って、これから実行に移されるっていう段階ですね。じゃあもうやることは決まったので、あとはこれをやるだけと。はい、ただ実際にですね、事細かにまあ、どんなものをこうどこに作ってっていうところまで出来上がってるわけではもちろんないので、本当に実際にその実行の段階に移ってですね、計画通りのものが出来上がるのかどうなのかっていうところはまだわからない。なるほど、はい、この計画をはい、実現するために必要 なんかファクターというかポイントっていうのをなんかいくつか挙げていただくとすると、国レベルとかで見ると細かな問題なのかもしれないですけど、その細かな問題をですね、どん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 その上に上げていって権限をしていく、あるいはその、働きかけてそれを実行に結びつけるまでの、まあ、そういうノウハウを持っててる人たちがですね、その希望を形にするまでのその、作業ができるそのスキルを持ってる人がですね、形にするっていうことですね、はい、こうなりたいっていうのはみんな思ってても、じゃあどういう手続きをしてどういう見せ方をしてといったあたりの、そうですね、ノウハウっていうかスキルっていうか、はい、経験なんですかね。まあ、今聞いてて思ったんですけど、そういうノウハウを持ってる人っていうのは、はい、日本全国あっちこっちにいて、はい、なんかうまくサポートできる仕組みはないのかな、はい、いやでもやはり現地にいて、うん、住民の方とこうがっちり根付いてないと、うん、まあ、そういう手助けっていうのはできないのかなとか考えながら聞いてたんですけども、なんかがっちり根付いていなければならないっていう問題ではないと思います、うん、それはもうかなり強く、うん、そうしたスキルを持った人たち、うん、求められているので、うん、あとはどういうふうにこううまくマッチングを、うん、誰かが図ってくれるかっていう問題じゃないかと思います。うん、じゃあまあそういうことで東京にいながらとか、他のところで仕事していながらでも、はい、いろんな形でこうサポートノウハウを教えてあげたりとか、はい、こうやったらいいですよってアドバイスしたりとか、はい、そういう関わり方っていうのはできると思います。援助っていうか、うん、その段階にはいろいろ寄付をしたりとか、うん、実際に来てボランティアでこう作業をしたりとかっていう、はい、自分ができることが結構見えやすかったけども、今どんなことが自分にできるんだ、何か具体的に遠く離れてる、人たちに何かこうできることっていうのはありますかね。まだまだですね、その食べて応援はですね、まだまだ、うん、まだまだ発展拡大の余地あるんじゃないかというふうに思っています。食べて応援をいち早く立ち上げてですね、うん、でその需要の取り込みに成功したところはですね、うん、実はそんなに被災の程度が、うん、大きくない人たちがすぐに、事業をこう回復させて、うん、なので壊滅的な被害を被って、うん、そこから立ち直っていってっていう皆さんはですね、うん、まだまだ十分に、うん、ちょっと言葉悪いですけど、その復興特需みたいなですね、うん、復興関連のその需要の引きの強さの恩恵にまだ良くしてないので、うんうん、あとはですね、とにかくやっぱりその、現地を訪れて見ていただきたい、うん、一度行ってみて、まだ行ってない人は行ってみて、行って、はい、一回行った人はどれぐらい変わってるかまた見に来て、そうなんです。はい、いらしていただくたびにどん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 その街の様子もこう変わっていくのをですね、本当にそうですね。すいません、今日はありがとうございました、はい、また今後ともいろいろアドバイスとか、はい、お願いすると思いますので、はいはい、どうもありがとうございました。お願いします。